スノーマン大晦日の生配信は、紅白歌合戦と諸かぶりライブとトークの2部制。アイドルグループ、スノーマンが2日、大晦日に開催予定の YouTube 制配信のスケジュールを公式サイトで公開した。同配信は、スノーマンスペシャルライブから、みんなと楽しむ大晦日。と題したもので、午後8時半から10時のライブパートと、 午後11時45分から深夜0時15分にかけて年をまたぐカウントダウントークコーナーの2部制で行われるという。サイトではライブパートでは歌とダンスのパフォーマンスを披露。休憩を挟んでトークコーナーではメンバー9人でくつろぎながら様々なトークをしつつ2024年の年越しの瞬間をカウントダウン。 配信を視聴しているファンと一緒に新年を迎えるというスケジュールになっております。と明るく告知した。この配信時間のうち、ライブパートは、大晦日に行われる NHK 紅白歌合戦の放送時間と、ろかぶりとなる。紅白には、例年、スマイル、アップ、旧ジャニーズ事務所から、多くのグループが出場していたが、今年は、 小ジャニー北川氏の性加害問題の影響を受け、本来であれば当格と見られていた、スノーマンも選出されなかった。